クラフトバンドチャンネルの夏倉です。今回は24本幅で編む北欧編みのかごを紹介します。前回は12本幅で編むかごを紹介しましたが、今回は24本幅で編むかごになります。24本幅のクラフトバンドが 8.3 メートルあれば1つ編むことができます。12本幅の紐しかないという方は少し手間はかかると思うんですが、24本幅にする方法も過去の動画で紹介しているので概要欄にリンクを貼っておきます。今回も編み図を参考に編んでいきます。編む順番をゆっくり再生したい方は画面の右上か右下にある設定ボタンで再生速度を 0.5 倍速などにしてご覧ください。では早速作っていきましょう。まずはじめに紐をまっすぐに伸ばします。1番目の紐 52.5cm×2本を中心を見つけたらボンドで留めて中心の1本目を組みます。2番目の紐 49cm×4本を右側と左側に組んでいきます。右側の上を揃えて左側の下を揃えます。今度上の紐を右側の紐に揃えて、次下の紐は左側の紐に揃えます。4本組み終わったら霧吹きをして間隔を整えます。隙間は2ミリ角ぐらいの正方形になるようにします。長方形の隙間ではなくて正方形の隙間になるように整えます。3番目 42cm×4本を上下左右に編んでいきます。上が3センチ、下が3センチぐらい隣の紐とよりも短くなっています。左側も同じように隣の紐と3センチずつ短くなっています。横に上の紐を組む時も同じように3センチ、下側にある紐よりも3センチの差ができています。下の横紐も3センチずつ差ができています。これで3番目の紐は終わりです。次に4番目の紐です。35cm×4本を上下左右に編んでいきます。右側の縦紐は3センチずつ上と下差ができています。この4本もすべて隣の紐と3センチの差ができた状態で組むことになります。この動画では方眼マットを下に敷いていないんですけれども、敷いた方が絶対に良いということが分かりました。どうしても組んで組み終わった時に紐が垂直組まれているかどうかを目だけで確認するのは難しいので、方眼マットを下に敷いて垂直になっているかを確かめた方が綺麗なかごになると思います。縦紐と横紐が垂直になっているか確認したら4辺の長さが同じ長さになるようにします。今回は 21.5 センチでした。正方形に組まれた底ができたら、今度は角と浮いている紐のところにボンドを塗って紐を固定します。よく乾いて紐がくっついてから固定されてから次の作業に入ります。マスキングテープで折るところに印をつけていきます。辺が長い方の近くにマスキングテープを縦に貼っていきたいと思います。ちょうど隙間と隙間をつなぐようにコマの対角線をつなぐように貼っていきます。コマの3コマ分貼ったら平行して左側にも3コマ分対角線上にマスキングテープを貼ります。上に角と角をつなぐように4コマ分対角線上に紐を貼ります。下にも貼ります。この状態で平行四辺形になっていたらもう一度歪みを調整します。綺麗な長方形になるとカゴが綺麗な形に仕上がります。定規を当てて紐を立ち上げます。
6本同時に紐を持ち上げて180度パタンと倒して折り曲げます。紐が二重になっているところを折り曲げるので硬くなっています。なので霧吹きをして紐を柔らかくしてから編むと良いと思います。すべての辺を立ち上げることができたら、次は角を編んでいきたいと思います。角の2本を互い違いに左の紐が上になるように編んでいきます。隙間は2ミリ角の正方形になるように編んでいきます。一つの角ができたら霧吹きをして洗濯バサミで固定しておきます。同じように他の3つの角も編んでいきます。4つの角が編めたら最後に調整をしていきます。霧吹きをして間の穴が2ミリ角ぐらいの穴になるように微調整をしていきます。全体的に形を整えることができました。次に内側に貼ってあるマスキングテープを剥がして、今度は外側にそのマスキングテープを貼っていきたいと思います。一番上の段の対角線上に紐を貼っていきます。マスキングテープを穴と穴をつなぐようにコマの対角線に貼ります。他の3辺にも同じように対角線上にマスキングテープを貼っていきます。一周マスキングテープが貼れました。次はハサミでカットしていきます。ちょうど対角線上マスキングテープの上側のところギリギリのところをハサミでカットしていきます。二重になっているのでちょっと硬くて切りにくいかと思います。厚みがあるので切りにくい方は1本ずつ切っていってもいいかと思います。すべてカットすることができたら洗濯バサミを外して、今度はその隙間にボンドを塗っていきます。マスキングテープはもう剥がしても大丈夫です。ボンドを塗ったところから洗濯バサミで留めて固定していきます。次は縁紐を外側に貼っていきます。縁紐は74センチ ×2 本です。まず外側の縁紐から貼っていきます。縁よりも4ミリほど4本幅分浮かせた状態で貼っていきます。洗濯バサミはボンドを塗って貼った順番に少しずつ隙間を詰めるように、隙間が開かないように順番に洗濯バサミで留めていきます。最後は丸く角をカットして全体にボンドを塗って貼り付けます。次に縁補強紐70センチ ×2 本を外側縁紐の内側に貼り付けていきます。これだけが4本幅なので4本幅に紐を裂いて使います。外側縁紐の内側の先端にぶつかるように付き合わせになるように4本幅の紐を合わせてボンドで貼っていきます。この時に外側縁紐と同じく水平になるようにきれいに貼り付けていきます。ポイントは洗濯バサミを紐を貼った順番に隙間を詰めるように埋めるように、隙間が開かないように洗濯バサミで留めていくということです。
縁補強紐が1周貼れたら、縁補強紐をさらに二重に重ねて貼っていきます。1本目の縁補強紐の終わりの部分から付き合わせにして2本目の縁補強紐を貼っていきます。こうすることで外側縁紐と縁補強紐を二重にすることで三重の縁が出来上がります。最後に内側縁紐を貼ることで四重の縁になり、丈夫なしっかりとした縁になります。上から見た時に楕円形のかごの形にしたいか、もしくは四角形の長方形の形にしたいかは、この縁紐を貼る時点で角を折り曲げたり調整してみてください。角をきちっとつけたい方は外側の縁紐をつけた時にきちんと角をつけて折り目をつけた方が綺麗な仕上がりになるかと思います。縁に洗濯バサミの跡がつくかもしれないというふうに心配される方は、このように余った紐を間に挟んであげるとあまり洗濯バサミの跡がつきにくいと思います。今回編んでみての反省、改善点ですが、方眼マットは最初から敷くということです。敷かないと底が垂直に交わることができなくて歪んでしまいます。なので次からは方眼マットを最初から敷いて始めたいと思います。もう一つの反省点として、縁補強紐は洗濯バサミで貼ったらすぐに順番に留めるということです。縁紐の間に隙間ができやすいので、たくさん洗濯バサミを使って隙間を埋めるように順番に洗濯バサミを留めていくのが隙間を作らないコツだというふうに思いました。編んでみての感想ですが、24本幅は12本幅よりも編む回数が少ないのですぐに作ることができました。だいたい2時間くらいでこのカゴ1つが出来上がりました。ぜひ皆さんも試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。